魔女。8歳の見た目をした少女です。オブジェクトが頭に思い浮かべたことは全て現実になります。収容初期、オブジェクトには財団が渡したスペルブックの呪文しか使えないと伝え、彼女にそれを疑問を持たせず信じ込ませることで、異常を抑制、制御していました。しかし、オブジェクトの能力の危険性を再認識させられる事件が発生したため、現在は昏睡状態にして収容しています。どんな状況であろうと絶対に彼女を目覚めさせてはいけません。